お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのインフェコカツファイボ型をねやっていきたいなと思います。コカツといえばやっぱロケットのねイメージがあると思うんですけども、日本のね、コカツ界のツオンキさんというプレイヤーがいるんですけど、まあその方がねファイボで使っててもうバカうまかったんですよ。そうなのでちょっとねやっぱコカツにね、うわ初手からフェイマースなんですけど、海外のねはい、プロ選手ですけども、やっぱコカツ使える人はマジでかっこいいと思ってて、僕の中でそうコカツマジでむずいんですよ。そうむずいんですけど、なんかもうね使えてる人もう天才というか、コカツ使えれば他のデッキマジ何でも使えるぐらい、コカツはねてかコカツ使いの人はもう何でも使えるイメージがあります。そうだからコカツ使えればもうクラロをね制覇したようなもんなんですよ。そうだから皆さんぜひねコカツちょっと使えるようになった方がねいいんですよ、個人的にね。はい、まあそういったところで最近ね足前プリンぶっ壊れとかも言われてますし、ちょっとねコカツのあちあちな環境がね若干来てるのもあるので、さあ一発二発許容していきましょうか。プリンスフキアのファイボーでしたね。もう一個がタルババカウッドかザップかとかでいろいろ変わりますよね。さあ、プリンス。まあまあ。いや、もう一個何なんだろうな。で、このアイスピの枠は一応なんかエレスピの人もいました。あ、にゃーマジかーさあ。いやファイブっちょ、いやこれファイブだからできたこと、熱い激熱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 、ゴブリンをしかも守っていく、えいいんじゃない。さあ、まあ、迫撃置かれるだけで嫌ですけどねこれね迫撃置かれるだけでしんどいけど、まあまあ耐えましょうか。いやあれな、プリンで壊すべきなのか。いや、壊れた瞬間に逆サイアイスピで釣りながら、かな。一応、スケとかでも壊されそうだし。さあ。いや、プリンがなんかヤンキーしてる。あ、ザップですね。いや、でけえ。これはね、ちょっといいっすよ。相性がなかなか良さげな香りがしないこともない。あー、出た。このね、防衛迫撃。これされると、僕のプリンちゃんがね、この迫撃でやられちゃうんで、ちょっと苦しいんですけど。さあ、一回守りのね、構えをします。さあ、うん。これは、まあ、ダメージ与えればいいか。で、バレルで攻めて、いや、だから、ちょっとね、枯渇、僕、ちょっと、あれなんですよ。本当に、めちゃくちゃうまいわけじゃないので、このね、インフェとテスラの枯渇は。だから、ちょっと普段、枯渇使ってる人からしたら、いや、ラットはマジ枯渇下手すぎんだろってね、思う方も、ゼロではないと思うんですよ。そう、だから、そういう方は、ちょっとね、優しい目で、ね、応援してください。優しい目で見てください。よし、さあ、インフェが焦がしてくれそうだけどな。あれサボってんな、インフェ。で、上手い人マジで、橋のエブリンするんですよ。僕、橋のエブリン今回ゼロなんですけど。まあ、そういうこともある。さあ。うん。で、これはザップが来るが、まあ、蓋して、ザップ使ったら、止まんないよ。さあ、グッドゲームと。いうわけで、まあ、ファイボーがね、アウトローにこう、ファイブ打ったりだとか、まあ、最近だとね、マジアチャとか、また、ロイフグもね、よくいるので、まあ、そこにファイブ打てるのもね、でかいと思いますね。まあ、ロケ削りができないっていう、デメリットもあると思います。もちろん、クロスとか、枯渇対決とか、は、ちょっとね、気持ち不利になると思うんですけども、さあ、それ以外は、意外とね、ファイボーも使いやすいかなと思います。さあ、いや、これ、ナイトだけで。うっ。危ねえ。さあ、いや、ウォールブレイカー来ましたよ。難易度鬼すぎ。いや、ウッド使った。いや、まあ、ディガー来るっすよね、多分。アイスピで拾えるかな。さあさあさあ。いや、ディガー5ウォールブレイカー。いや、これに勝ったら、一人前すぎるな。テスラでもないし、ロケットでもないから、一番戦いにくい気がするんすけどね。
いやーこのね、マジディガーのダメージだけでも抑えていきたい。さあとはコウモリ、コウモリも嫌だな。やりゴブ、おやりゴブそっち、おはんロッキー。さあここにファイボか、したらあれを、あれいいね、このちょっとファイボを打ったタイミングぐらいのね、ゴブリンバレルで、よしよしよし。いやダメージリードしてんな。さあ打って打って、まあ、あとはハシマイプリンかな。さあここもしかしたらボムの可能性もあるので、ギャングとかやりたくないですよね。うん、さあまあナイトぐらい出して飛ばしましょう。ウッドかな。さあウッドでこれがコウモリだと思うので、まあコウモリ読みぐらいのプリン出してね。さあ外す、外していく、やりゴブ、うん、なるほどね。まあ攻めていきましょう、積極的に攻めて、できるだけね低コストで1コスのアイスピと、あと2コスのウッドとかで回していきます。いやダメージこれさね、追いつかれるっすかね、ちょっと怖いっすよねマジ。痛すぎる。いや痛すぎる、いろいろと痛い。ハシマイプリンしてえなマジで。ハシマイプリンをしなきゃ追いつけない気がする。うんうん、よし。いやでも耐えれるからのハシマイプリン、ちょっと、いや世界を変えてほしかった、世界を変えれる。おいい、なんだこれ、延命、あ一体残ってる、バカバカバカ。いやこれなんか来るとやばい、うっにゃー入っちゃった。いやでも今相手ハシメプリンしたので、ハシメプリンじゃないウッドしたから、コウモリファイボか、くー今のね、今のあれ運良かったら入んないっすよねマジで。うん、さあちょっとぐらい許容して、まあ、ハシマイプリンしていくしかないので、でも適当に、あこれワンチャンウッドずらすやつ、うん、まあ、あとはアイスピュット、アイスピュット、いやーいやーくそ、これはこれはねむずいぞこれ祈りの、いやあるワンチャル、マジである一発、もう一発殴るもんなこれ。いやでかいな。さからの、いやこのファイボがいて、いやこのファイボが、いやワンチャンまだある、まだある、全然まだある。いや本当に本当にワンチャンない、あ出た、それそれそれなし、ファイボ削りなし、うわー、いやーワンチャンなかったかな、いや悔しいな。いやでもここまで戦えたのはね、ちょっとね負けた自分が言うのもあれですけど、ちょっとね嬉しいというか、次はもしかしたら勝てるんじゃないかっていう希望がね生まれますよね。そうインフとかもっと出した方がいいのかなと思うんですけど、やっぱ出すと回転が遅れちゃうので、なんかできるだけ本当にもう低コストエレスピュット、ナイトギャングバレルで回すのが多分いいと思うんですね。そうあとはちょくちょくハシマイプリン1個も成功しなかったですけどねまあ、ハシマイプリンをこう、まあ、何回かすると相手もやっぱこうハシマイプリン来るよなって思って高めにユニットをね出して警戒とかしてくると思うので、そのタイミングで、まあ、ハシマイプリンをあえてしない、そしたら相手の高めユニットを美味しくいただいたりもできるので、結構ね相手との駆け引きとかもそうあると思うんですけど、序盤はなんかハシマイプリンしまくったら、はい、なんか強いっぽいです。さあマッチングしました、よろしく。さあ開幕バレル、相手がねぼーっとしてたらこれでもう弾折れます。いやーダクプリー、まあ、ダクプリーさあスパーキーですね。でこれ僕今回アイスピでやってるんですけど、
LSP のパターンもあるんですよ。そう、LSP のパターンもあって、LSP でやってたんですけど、ついさっき ISP に変えたんですよ。そうで、LSP だったらスパーキー止めやすかったなーって思いつつ、まあまあまあ、今、ファイボーなんですけど、まだファイボーね、僕、多分普通相手はロケットだと思うんですよ。そう、枯渇デッキは基本ロケットだと思うから、ね、それで、なかなかこうスパーキーとかあんま出してこなかったら嬉しいななんてね思います。だから僕はちょっとファイブを隠してね、あれなんかレアな形っすね。そう、ファイブを隠してロケット持ってるぞーっていう感じを出していきます。いやでもここでね、スパーキー来るか思いきや、まあまあ、いやこの受けがさ、もうナイトを使ったらダメなのか、俺受けれねえっすよ、マジで。あれ、俺のアイスピが痛すぎる。いやー待てよ、いや絶対相性いいな。だって相手スケドラいたんすよ、僕だってファイボールっすよ、絶対相性いいっすよね。うん、次だからナイトで受けてゴブリンバレル打つと確定スケドラなんですよ。だからそこをファイボ打って、あー、ダクプリ来る。ダクプリいいっすね。犯罪級に厄介だな。ナイト、マスケットに冴えたらダメか。さあ、まあまあまあ。さあ、こんな感じで、攻めつつ、守りつつ、で、相手が、まだザップしか出てないから、ここもね、耐えれるんじゃないか。いや、耐えれる。ナイト、働け。オッケー、ナイト、働く。いやー、いいマスケットだ。あー、いいユニット受けだ。ゴブリンバレルを飛ばすタイミングが、ちょっと危なかったか？ん、けど、なんなら、あ、延命はできないですね。一回、おとなしく後ろから行きます。オッケー。いや、これは、耐えれるはず。やばい。ちょっと待って。いや、でもダメージ、気づけば追いついてる。さあ、スパーキー来ました、ここで。初登場。これ、ちょっと高めプリンで、デシャバリぐらいで、やっつけちゃおうかな。うん、デシャバリすぎたな、多分、プリン、あれ。あ、でも、マスキ逆に使ってくれて、みたいな。いや、これ処理できそうだな。オッケーオッケーオッケー。いやー、いい。あれ、ファイボール打ったっけ、そういえば。いや、ファイボ打ってないですよね。だから、相手は僕がファイボって知らないんですよ。で、ここで、ファイボ初登場。えー、って今思ってる相手。おっと、終わってきた。いや、そりゃそうなるっすよね。いや、でも、それがバレると、ちょっとやばくなるんですよね。さあ、一回、落ち着く感を出して、バレル飛ばしちゃおう。ユニット引き出せるぞ。ザップ。さあ、このね、防衛に全てがかかってます。いや、まあ、地獄すぎるよな、この防衛。マジで。できるだけ低めのコストで回して、ファイブ、うわ、これさ、ファイブ打ったら飛ぶんじゃね？いいね。え、待って、めっちゃ良くない？これは、普通こんな感じになるのか、俺が今ちょっと上手かったのか、どっちや？いいね。やっぱこのファイブをね、隠すっていうのがね。相手もびっくりしてたから、え？途中、おっと、ファイブだったん、君って。はよ言えやって。もっとスパーキー出しとったわってね。感じでしたね。いやでもね、これもまた強いですよね。相手がラバとか、まあ、30石とかもですけど、ロイフグとか。そう、ファイボって思わないからな、普通。よし。さあ、開幕。う、小学生だ。自分で名前に小学生って入れる？絶対小学生じゃないやろ。逆に。さあ、やりゴブ、雪玉。いや、今んとこ相性良さそうだな。スケラとかかな、最近でも柳波雪玉のスケラとかあるんですよ。そしたら相性悪いけどな。うん、ムーティー。さあ、最強始めプリンしていく。ここはギャングがあるから、スケラ撃たれたもん。うわ、早っ！もう防衛、吐く息、置く？早すぎん？そんな早いっけ、置くの普通。アイスピが全然。ああ、いいハンターだ。完封ハンターはやばいな、そこで。さあ、このね、防白がちょっと厄介なんで、あんまりユニット高めに出すと、連れてかれるんでね、気をつけましょう。さあ、そ
そこそこのプリンで。さあ、ファイボー雪でしたね。あ、痛い！痛いすぎるー、それ。いや、マジで、あれマジ痛いんですよね。どっち攻めるか悩むな。これでも雪のサイクルだから、絶対きついけどな。ハンター回ってる？雪。うん。さあ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 。まあまあまあ。いや、右と左、これどっち削るかすげえ悩むっすよね。まあ、はしめプリンしまーす。ああ、わかってらっしゃいます。はしめプリンで削るの最強なんですよね、でも。さあ、からの、いや、これファイボ使う。これ、ハンター来るからちょっとずらします。いや、でも相手のハンターもずれてる。いや、オッケーオッケーオッケー。いい。よしよし。で、プリン早めに出して、当たる？あー、当たんねえか。いやー、痛いよ。痛い。この一発でも痛い。さあ。積極的にね、攻めていきましょう。もう一枚来ねえかな。あ、来る。これ撃っていいと思うんですよ。なぜなら、ここのウッドで壊せるから。で、相手絶対スキル撃ってくる。撃ってこんのかい。まあ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 。いや、雰囲気ね。今んとこ、枯渇使いじゃないですか、僕も。ふふ。おい。お、相手ずれた。ムートでずれた。待って。ファイボ絶対いらんかった、俺、バカや。いや、まだラッキーすぎ相手のムート裏切りじゃん。いや、ラッキーすぎる。いや、いいね。しかも、ここのタイミングの走りプリン絶対読めないでしょ。いい、読めるんかい相手全部読んでくるな。まあ、インフィ置いちゃって。うん。よしよし。ちょっと怖いですね。これは、迫撃のダメージが。あと、ここで攻めるのも大事ですよね。なんか、守ってばっかだと、やばい。うん。よしよし。いやー、まあ、ギリ耐えた。ギリ耐えた。うまっ、ダメージがやばい。オッケー、これバレルに、ギャングに行く。いや、このゴブリンバレル絶対いらんかったな。うわ、ミスった。待って、マジやばい。このゴブリンバレルマジいらんかった。さあ、スケル撃たれる。撃たれるよね、それは。さあ、いや、耐えろ。いや、耐える？耐える？いや、耐えそう。いや、耐えてはいる。からの、雪が来る？いや、何が来る？ふっ、にゃっ！やばい！やばい！やばい！次耐えれる？これ。これ耐えたらもうでも男だよな、こんな。耐えたら男ってなんや。いや、マジで耐えそう。いや、マジで耐えれそう！来た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 。これでもファイブットか。ファイブット、お願い。雪、え、これ雪圏内とかじゃった。笑う笑う笑う。オッケー、え、めっちゃいいファイブやん。オッケー、いや、でけえ。まあでも、あ、そんなね、あ、でもファイブユキはダマなので、オッケーオッケーオッケー。相性別に悪いわけではないと思うんですけども、いやー、なんとかね、ギリギリ勝てました。また、エレスピだったらね、スケラとかスパーキーとかも、もうちょっとね、楽だと思うんですけど、アイスピの方が、固める時間がね、若干やっぱ長いので、なんかバルーンとか、ホグとか、なんか全体的にね、多分勝ちやすいんだと思いますというわけで、ぜひね、インフェコがファイボ型皆さん使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。